はようございます。クーリキです。眩しい、こんな顔で申し訳ない、今日はですね11月の16と17ということでツインメッセ静岡の方に来ております。はい、何やってんのということですけども、タミヤフェアということでね、来ました。で今日は16日なんです。まあ明日17日もいますけども、とりあえず16日からね、時間っていうのは過ぎますんで、今日は16日ということでございます。で、タミヤフェア、いろんなね、まあ、タミヤさんの製品を体験していただくというコーナーもありつつ、今日はねミニ四駆の方は、ステーションチャレンジのファイナルが開催されているということで、ちょっとそこもね取材させていただければいいかなと思っております。今ちょっと一次予選が終わり始めぐらいだったと思いますけども、なかなかな難コース、荒れておったね。はい、まあ、ちょっとこの後ね中入って、あんなありますこんなありますっていうのを紹介させていただければいいかなと思います。南館の方から入っていきたいと思います。で入るとですねありましたね、早速ありました。ドドーンとありますけど、今日は3面展開でございます。多分ジュニア、ファミリー、オープンで分かれてるのかな。まあ状況に応じていろいろね変わると思いますけども、こちらでレースが行われているということでございます。全車輪タイヤも多々あるという状況でございますね。いやー感想大事。あの今日はね俺レース出ないんです。はい、まあチケットがね取れてないと絶対出ないということですかね。タミヤフェアねいろいろブースがあるんですけど、おこれはホビーショップガネットさんかけるネストヨタ神戸さんということで、これですよ。あの以前ねハイパーの敷地でもお送りしましたけども、ホビーショップガネットさんとネッツトヨタ神戸さんの、コラボのラッピングカーがタミヤフェアに来てましたね。目立つわ、非常に目立つわ。あの青いあれもついてるけどこれは目立ちますよ、ね、あなんかつなぎがあるのこれ。写真が撮れるコーナーがあると、で、キッズ用にいろいろご準備いただいてると。へえ、これは子供もテンション上がるよ。つなぎ来て何かありますよ、何かありますよっていうか、なんかこんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです、ね、ガネットの奥様でございます。お世話になってます。お世話になってます。はい、なんかミニ四駆、ミニ四駆いっぱいあると思って来たんですけど、はい、な何気になんかこの後ろの棚とかも結構どうなってんすか状態。車から出てます。車から棚が出てます。店長お久しぶりです。久しぶりです。本日ありがとうございました。これさんと今ちょっとミニ四駆に来られてこっち来たんですけど。ありがとうございます。これなんすか、あの車から棚が出てきてるんですけど。そうなんですよ。販売を。車で皆さんに支援ができたらいいなって思って。お素晴らしい。じゃあもうこういう移動販売とかを目的とした、そうですね、使い方ができる、はい、皆さんにいろいろとこう使っていただきながら地域の活性化ができたらいいなと思ってるんですよ。すごい、皆さんこれ台本とか打ち合わせなしでやってますからね。そうなんです今いきなり、そういきなり、そう台本のないノンフィクション番組ハイパー敷地ですから。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にもうね、これのミニ四駆がありますけど、なんか見ない車種というか、キッズレースの車をモチーフに作らせていただいたんで。え、ほんじゃもう会場限定とか。はい、会場限定で。わー、猫くん、はい、ビッツ、はい、43番号、ちゃんとこれじゃあステッカーもオリジナルってことなんですね。ステッカーがあったすごい、
ちゃんとオリジナルのステッカーがついてる。すごいっすね。あと領収書出るまでも早いスピーディーなお会計ができるという。ありがとうございます。イエス。あ、すごい。これ店長またじゃあアイパーラスキッチも、はい、なんかイベントとか遊びに行かせてくださいよ。ねえ、よかったらはい、サイン書いてください。後ろに。ここでに、はい、車に、はい、いいんですか、はい、まさかの、はい、うわすごい、うわおおおすごい。あ、なるほど、なんかこうサインスペースがあって。あ、マジっすか、はい、やった。会長のサインの右上ってこれ一番なんか大丈夫、大丈夫ですか。もうなんかじゃあ失礼します。ありがとうございます。貸していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。手汗がすごいですあ、店長ありがとうございます。ありがとうございます。そうです、中根トップ店長がいましたよ。目立ちますよ。ありがとうございます。はい、すごい目立ちますし、ちゃんと、ね、これも買いましたし。ありがとうございます。毎回いました。危なかった。14日の日に、はい、あ、みんなで詰めて。14日の日に？え、今日16ですよ。危なかった。昨日もやってた。間に合いました。間に合いました。ああ、素晴らしい。あれ本社ラッピングカーがここにあるってことは。運転していきましたよ。もう気をつけて帰りもですよ。帰りますあれ目立ちますからね。皆さん高速とかでラッピングカー見たら店長お疲れ様って、はい、コーヒー1本ぐらいちょっとねお疲れっすって言って気軽にお声かけいただいて大丈夫ですので、はい。いやー、いろいろありますね、ミラクルが。おっと、触れないわけにはいかない感じの方々です。ということで、はい、小島さんのブースにやってきたというかね、豊田さんの横なんで、はい、通ったという表現が正しいかなと思いますけども、ね、小島さんと小島さんです、はい、はい、小島さん初めて、はい、今日初めてよろしくお願いします。ツイッターとかで、いや、私もいつも拝見しております、ね、よろしくお願いします。ありがとうございます、ね、メディアに出てる人たちが初めてする挨拶ってこんな感じですからね。そうですね、はい、いつも見てますよっていう謎の挨拶から始まりますから。あれ、ここ小島さんのブースですか。そうなんです。うわ、すごい。あ、はい、ありましたよ。はい、かっこいいやつ。いや、今回は小島、はい、神谷の本当だ反射スタッフのリピスティック。ほんまや。今回カラーリングをもうボディをポリカのボディ でしかも赤で。そうか、色がちょっとだからこうちょっと雰囲気が確かにパワーアップしてる。パワーアップしてる。はい、パワーアップしてる。パワーアップ。はい。やーべ。やーべ。広島ビッグカメラさんやーべ。まあ、レース終わってもね、そのキングカップ終わっても、はい、小島ビッグカメラさん、はい、常設コースがたくさんありますので、はい、お近くの小島ビッグカメラさんにお越しいただければいいかなと思います。はい、なんかうちもぜひね、一緒に盛り上げていければいいかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、意地からがすごいよね。途中からみんな思ってると思うけど。話しかけないわけにはいかない絵力でしたねありがとうございます。はい、ありがとうございました。いや、優しい。小島るさんと小島派さんでした。優しい感じですよ。あ、ということで、ジュニアも楽しんでいるということで、今日は特別に発泡スチロール製のオーバルコースが2セット、あるということで、ハイパーダッシュキッチでも配信させていただきましたけども、3190なんぼだなんぼかの、ギネス記録、もうちょっと長すぎて忘れましたけどもね、それを記録見事に達成されました木村鋳造所さんでございます。ラジコン体験会もやってる。ランチボックスミニとダンシングライダーですね。で、僕は
コミカルが走っております。いつになったら俺コミカルとダンシングライデュアルライダーかデュアルライダーとね作るんだって感じですけどね。またちょっとですね企画でやりましょうね。ラッシュキッチはね、こっちはなんだ、戦車のラジコンですね。そうです、そうです、サンミュージックの偉いさんが来ました。おはよう、おはようございます。出て大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫でしょう。あ、何されてるんですか。何されてるんですか。実はですね、今私ツインメッセ静岡でタミヤフェアに来ております。知ってる知ってる知ってる知ってた。タミヤフェア初めて来たんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。今日レース出るんですか。今日は免許持ってません。免許チケットね。来年は免許取れるように頑張ります。チケットね。じゃあチケット。これは明日も行けるんですか。明日もいます。1時間ということは、はい、またタミヤさんの YouTube チャンネルでハイヒロミさんが見れるってことですか。見れます。お見れるのか分からない。ちょっと私も分からない。ちょっと見てください。スタッフさんスタッフになってる。あれあれこれタミヤフェア見せる。だから今これはすごい私はちょっと覗きに来てる瞬間なんで。あ、スタッフさんやったんですね。ちょっと初めてのスタッフ。皆さんぜひともタミヤフェアに遊びに来てください。毎年やってますんで非常に面白いイベントでございます。はい、はい、輝く星が2つ、タミヤへ皆さんようこそ。 おいでだった。ごめんなさい、ようこそ来ちゃった。またちょっとお邪魔します。はい、バーダー敷地最高。あ、ありがとうございます。埼玉最高。グデグデのかぶってグデグデの展開。まさかのアイドル乱入でございましたけども、タミヤフェアは南館と北館に分かれておりまして、さっき行ったのは南館で、今からこう、ね、明らかに入り口入ってきてるのは北館でございます。感はね、いろいろあるんですけど、パンフレットで入っております。あ、これ南館でしたね。反対でしたね。北館はこっちです。はい。マップはこんな感じ。主にですね、こっちのメインは一番大きいところはこの青いところなんですけども、これは何ぞやということですけども、 RC か世界一が静岡で決定ということで、そうなんです、ラジコンのタミヤグランプリワールドチャンピオン決定戦2019が開催されているということでございます。奥にはね、ドドンとタミヤさんのマークがあって、そこの上にプロポを持った各国の選手たちがずらっと並んでいる状況でございますけども、他にはですね、まあ、いろんな、各企業さんのブースがいっぱいあるかなというところなんで、まあ、ちょっともちろんアポなしですからね。現場行ってなんか声かけていけそうなら行きたいかなと思います。さあ入ってみんなねいます。もう説明不要の緑の人がね映ってますけども、はい、一応話しかけましょうか。こんにちは、こんにちはということで、先生さん考えたところを持ってて、はい、まあ一度戦は華麗に飛んでいきましたけど、あら、ということはまだ昼からのそうですね、あれば、はい、頑張ります。ということはペペさんの走行動画は考えて遊ぶラボチャンネルで見れると。そうですね、あまりに撮れ高がなかったらカットするかもしれない。なんとか伸ばしてくださいよ。ソファーに座ってなんとか伸ばしてくださいよ。なんとか伸ばしてください。いやー、ということで、ね、はい、期待しますんで、はい、ありがとうございます。また後ほど、はい、ありがとうございます。いろんな人が歩いてる。あれ
はい、おじゃがデザインさんのブースですね。おじゃがさんがいな、あ、いますよ。モンチッチ、なんか加え、モンチッチホラーって言ってるこの人が、おじゃがデザインの代表ですけど、モンチッチですということ。おなんかそれ何食ってんの？モンチッチです。じゃモンチッチ、モンチッチの裏になんか木の枝があるじゃん。これは誰が見ても木じゃないですか。木ですよ。木食ってる。木食ってる人が、え？木食ってる人がこれ全部作ってるんですか？そうです。これマシンのクッションマシンをブラブラできるやつ。でもこっちの方が明らかに使いやすかった。しかもこれはあれです、感じなかった。 TDC デザインワークスコラボモデル。これはなんか間違いが起きると出るんですよ。こだわりが多いですよ。おじゃがデザインさんはね、あの革製品をね主に取り扱ってある、会社さんですが、こういった加工をしてて、おおすごい。こういうキャッチこれ結構いいと思う。ここにマスキングテープ貼って使うとより滑りよく。ああ、これは先っぽもちょっとこう削って平らに斜めにして、斜めにしておいて、はあ、ちゃんと大体のこういうマシンでも高さ1ミリ制限なんで、まあ1ミリは入り口にあれば。おー、あ、なるほど。これはマシンキャッチャーってこと？キャッチャーとホルダーのセットですね。キャッチャーとホルダーのセット、これがここにこう来て、このゴムで引っ掛けられるんで、はい、でこれでシューッと、はい、飛び出た。おー、なんかこう金具。ほー、これはもうこうナス缶とかもわざとつけてないんで、結構まあお客さんが自分のシチュエーションっていうか好きなように好きなようにすればいいと。でこれキャッチもこれでできる。あ、手痛くないやつ。これも痛くない。お、ありがたい。マシンキャッチャーもおしゃれにできるんすね。僕も作ったことなかったんで、まあ、こういう需要があるっていうのを今回ツイッターで情報を集めたら結構かなりの人数いたんですよ。なるほど。ずっとこういう仕事やってきてキャッチャーっていうのは思いつかなかったんですよ。なるほど。ホルダーとか、おお、ここにね、こういった感じで持てます。でもあれミニ四駆になって考えたらキャッチャーは結構原点的なアイテムじゃないですか、うん、そうっすね、うん、みんなこれつけて走らせてたからスポーティーっていうか、なんかかっこいい。ミニ四駆がスタイリッシュな感じにまたなってきて、これミニ四駆を装備してへん時はどうしたらいいんですか？これはあれです、あの手とかにこうつけたりとかできるようになってる。普通ゴムでここでこうこれ挟んどいてくれる。おお、あ、リストバンドみたいなのある。まあ別にどこにつけてて、結構ポケットに入れても邪魔にならないぐらいの大きさで、こんな感じで普通にちょっと入るです。ほんまや。確かにね、あのつけとくだけでもいいですね。従来のキャッチャーでは考えられないぐらいちゃんと洗練されたデザイン。ここに持ってるだけでもここにサッチに入れられるんで、シャホッと。あ、なるほど。ここに指。指入れらんない。入れなんて入れたい。これはキャッチャーに特化してるんですよ。おー、なるほど。もうホルダーとかっていうのは考えてないです。ただのキャッチャー。キャッチャーにスタートはこうやって、こうやってスイッチ入れてスタートさせます、うん、帰ってきた走ってる最中に細い中指を通します。で取ります。キャッチャーで通る。え、めっちゃかっこいい。僕練習中は、あ、確かに本番は意外とそんな余裕ないんですよ、ですね、気持ち的に。はいはいはい、もう山さんぐらいの人じゃないと、うん、ベテランになんないと。そう、うん、これが確か練習はね、よくね、しょっちゅうしょっちゅう、しょっちゅうしょっちゅう練習中に大体やっちゃうんだ。大体、はい、そう、ちょうどカーボンがね、いい感じな爪の間に入ってくるんですよ。そうなんすよ。アンダープレートとかが、もう俺のなんかもう鋭利な刃物みたいになっちゃう。もう斜めにもうなって思う。そうなりますよね。いい、あ、
いいっすね。え、これはここだけの販売ですか。今あのポチャガデザイン立川店とアマゾン店で今日から予約スタートしてて、11月16日ここも予約スタートして、ここでもじゃあ予約できて、はい、おー、これどっちもキャッチャーのこれだ、全部全部で、BDC スペシャルも今日から受注開始して、でも BDC スペシャルは11月29日から PDC オンラインにて発売なんですおお、すごい。 PDC オンラインの時めっちゃパシンって叩いてましたけど、もう一番あれなんで、ね、一番打っとかないといけないもんだこれなんか空張りは こんだけってことですか。いや、あとカラーオーダーもいきます。え、好きな革で。カラーオーダー、あ、そう、カラーオーダーがあれ、うん、こっから好きな色の組み合わせで、これ 何色の組み合わせになるんですか。2色、3色、こっちは3色組みできて、これもまあ2色、こっちも3色いけですね。へえー、あとステッチの色も選べる。めっちゃある、めっちゃあるすごい。これじゃあもうまさに自分だけの。そうで、今回これゴムも全部自分で取り外して変えれるようになってるんで、ちょっとアウトドア用のいいゴムに変えたりとか。なるほど。逆になんか1個細いタイプとかに変えたりとか、ほうほうほう、ラメの入ったやつとか。おお、でこういう金具とかも別にその辺で変えるじゃないですか、はいはいはい、だから別に好きなようにやってもらって。ようできてますわ、ようできてますわ。ただ木食べてるおじさんかと思ってましたけど、ようできてますわ、はい、ありがとうございます。なんか味するんですかこれ。いや、もう木のツッコミはもう木なんだ服も売ってる、服も売ってますよ。この PEC の人が作ってきてくれてる、1枚ぐらいいただいていっても大丈夫ですかね店のオーナーさんに怒られたということで、はい、こんにちは、ゆうやさんです。お久しぶりです。お久しぶりです。いやー、イービルワイヤーショップ、はい、出てるじゃないですか。いやー、できてますね。あれなんか熱くなってきたな、なんか。あれあれなんかいいことあるっすね。なんかこれが来てた、来てるやん、来てた、来てるやん、ごめんなさい、来てた、ありがとうございます。あのね、毎年やってるゴールデンウィークに毎年やってるバスコブ GP、はい、それの公式の T シャツも手掛けられてるということですけども、めちゃくちゃいいんすよ。ありがとうございます。はい、何かとあれ着てた、あの今年の夏の写真いろいろ見返したら何かと俺あれ着てました。さすが、はい、さすが。でタグを見た時にBB ワイヤーだこれと思って。いやー、なんかね、本当襟もよれにくいし、いいこと言ってくれますね。洗濯に強い、プリントが剥げにくい、うんうんうん、なんかね、あ、本当いた。なかなかね、買える場所が、あの、皆さんちゃんとお一人頑張ってるんで、あの、だってブランドオーナーですから、全部、これ、皆さん一人で発想とかもう全部、全部、もうデザインからもう、その発注からもう全て発想まで全部一人です。じゃあ、お問い合わせのメールとか全部、俺が返してる。そうです、で、なんだったらもう電話もう全部僕が出る、もう全部です、マジで。ですよ、ファンが、いや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 、イービルワイヤーファンも、いやいやいや、今年だいぶ増えたっしょこれ。そうっすね、結構でもいろんな、ね、レース会場のすごいのがどこ行っても見える。あ、全国、あ、なんか名古屋多いなとか、うん、関東多いなみたいな感じじゃなく、うん、どこ行ってもありがたいイービルワイヤーだーってすごいっすよ。これ今買えるのはネットショップだけですか。もうネットショップだけです。のみと、まあ、こういうポップアップとか。なるほどなるほど、はい、まあ、でも年にそんなにやってないんで、本当に数回だけ。そうっすよね。そうっす、僕もは初めてというか、まあ、あのちっちゃい、あの前のね、あの栽培マンカップ行った時は、あのお店臨時ショップということで、まあ、店というか、店というか本当にあの、うん、あのドラクエでいうと武器屋というよりよろず屋に近いって感じも間違いない。イービルワイヤーの商品でさっきもね、服着てましたけども、服だけじゃないんですよね。本当にね、いろんな商品を出されててですね、すごい快適なこだわりを見せているということでございますね。ほら、ね、はい、出ますね。はい、あ、
お揃いでした。お揃いでした。靴下もなんかね、気持ちいいですよ。靴下。一応登山用で、本気の登山用で作ってるんですよ。そう、だからちょっと値段は張るんですけど、めちゃくちゃ丈夫です。めちゃくちゃ丈夫。あの、なんか足がいつまでも快適。そうです。だから痛くなんないです。うん、全然違いが多分分かると思います。確かに。はい、今日俺結構歩いて。行くと思うんで、はい、もうここだと思って、はい、もういい使い方です。いい使い方、はい、いい使い方。ね、みんなあの普段使いにも持ってこいのイービルワイヤーですので、はい、ぜひご興味ある方はウェブあのまたリンク概要欄に貼っておきますので、はい、そちらから商品ね、あの結構数に限りがありますパターンがね多いからね。はい、気になった方はお早めにということで、岩さんありがとうございました。全部空いたらへん。各ね、いろんな企業さん、まあ、同好会団体の方々がいろいろ、ブースを、出しております。横浜タイヤさんある。はい、ということで横浜タイヤさんのブースに来ました。斉藤さんでございます。よろしくお願いします。お願いします。今日はね、なんかアンケートにお答えいただければということで、これは何ですか。ケースになってます。いろんなパーツを入れられるようなミニオンレーサー必須の便利なやつですよ。ちょっといろんなビスが、ね、ありますから、どこ行ったどこ行ったってなりますけど、すごいですね。で中にはちゃんとあの横浜タイヤさんですからね、ほら製品があるということで、まあ、横浜タイヤさんは、まあ、そのオートサロンであったり、ね、モーターショーであったりとかっていうのは、まあ、時々あのブース見るよっていう方、視聴者の皆さんもいっぱいいると思うんですけども、タミヤフェアじゃないですか、はい、これは今年から、昨年から、あ、去年から2年目という。おお、なるほどなるほど。タミヤフェアと聞けばもう本当 ちっちゃいプラモデルとかね、ラジコンとかっていうイメージが非常に多かったので、なんかこういう実車が履くタイヤですからね。またじゃあ、番組概要欄にもあの横浜タイヤさんのリンク、ホームページであの貼らせていただきますので、はいはい、あの気になる方はそちらからみんなね、あの飛んでいただいて、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。いや、すごい。俺もちょっとアンケート答えていこうかな、せっかくだし。いいですか。はい、お願いします。本日はタミヤフェアにお越しいただき誠にありがとうございます。もう終わりました。はい、ありがとうございます。早いですね。ぜひこちら使ってください。会場の皆様にゲットしました。ありがとうございます。これちょうどあのミニ四駆のピントボックスにも入りやすそうな大きさでございます。いやすごい。もうちょっとあの魅力ながら宣伝失敗させていただきますので、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ゲットしました。貼ってあるだけじゃなかった。ちゃんと私服印刷、印刷でした。あのこうピリピリピリってならないやつ。あ、マジで嬉しいですこれ。
ションチャンピオン決定戦2019オープンクラス優勝決定戦スタート。っていうシーンが明らかにあったじゃないですか。そうですね。あそこからもうオーディエンスもわーってなった感じがするんですけど、どうでした？そんなにですか？いや、なんかもうおーみたいになってましたよ。特に海外勢が今日は海外のねレーサーも明日のワールドチャレンジのために多いですから。いやー、でも実は今日一次予選、はい、1回目ダメだな。え、崖っぷちになったレーサーやったの。午後から今日は一度で2回あったんですね。それの2回目でチャンスを掴んで、はい、そのまま優勝ということで。はあ、ウィンヨング何が起こるか分かりませんね。ステーションチャレンジって2回走れる、まあ、今日2回走れたのが、はいはい、やっぱちょっと電圧がどのぐらいかっていう探りを入れられて。そうか、それそうか、そうか、そうか、確か一発勝負と、もうすぐその場でコンディション合わす、この能力。いや、さすがですね、爆発を踏んでる。いや、さすがですね。でね、チケット戦ということなんで、チケットをまずゲットしなきゃいけないですけど、そのお店がハイパーダッシュ基地のステーション巡りでも行かせていただきました。MAR と。MAR。最後のね、コメントも MAR の店長、取ったよと。ということで、もう、店長ね、嬉しいんじゃないですか？店長。見てるかな。まあ決勝がね、2人だけでしたけども、まあ、そこに上がっていくまでもかなり大変な。いや、準決勝か、4回勝たないと最後までいけないというのが、薄紙になってから、その薄紙になってからその4回勝たないとダメっていうね、過酷な。そうですね、5レーンの公式では考えられないぐらいの回数があって、でその間ファイナルまでは電池交換なしですね。ですよ。連戦でもう1回セッティング決めたらそれで戦っていて勝ってっていう、よっぽど1次予選2次予選よりも苦しい戦いですよね。まあみんな苦しいですけど、まあ初めて味わいましたね。電池変えてって何回か。そりゃそうっすよね。で最後はちゃんと電池交換して、電池アルカリで、アルカリで回んないだろうなって思ったモーターが回った時の恐怖感ですね。そんなに出したくないんだよって、うん、ミニョク操作できないですからね。落ち着いてと思う。もう祈るしかないですから。いっけーとか止まれーとか言うしかないですから。いやー、そんなこんなで、ステーション、全国のステーションのナンバーワンに輝きました米爺さんでございました。はい、どうもありがとう、ありがとうございました。また番組もよろしくお願いします。お願いします。これ持って帰るんですね。持って帰ります。家に1年間は飾ろうかな。